子供を産んで育てるのは決して簡単なことじゃありません。顔の産毛を時々剃ります。出産予定日はいつ頃ですか？用事があるので今日は帰ります。家事の際にはエレベーターを使用しないでください。これは父専用の椅子です。友達はアラブの富豪に油田をプレゼントされたそうです。祖父母は田舎で田畑を耕して暮らしています。家の近所は田んぼしかありません。